中村長吉は日本の政治家秘書、プロ野球チーム経営者。山口県山口市出身。旧制山口中学校では安倍晋太郎と同級生であり、野球部で活動し一類手としてプレー・甲子園を目指した。最終学歴は中央大学法学部卒業。同郷の岸信介内閣総理大臣の下で内閣総理大臣秘書官を務めた。その傍らで、 プロ野球チームのオーナーとして約10年携わった。1969年、騎士の名優、長田正一ロッテオリオンズオーナーの経営を手伝うように命じられ、ロッテの副オーナーに就任した。1971年に大英がロッテに正式に経営権を移譲し、中村がロッテオリオンズのオーナーに就任。翌1972年、 西鉄ライオンズの新たなスポンサー探しを行うも、見つからず、自らライオンズを買収した上で、ライオンズのオーナーに就任することを決断。野球協約の定める一人、または一団体による複数球団の保有禁止条項に抵触するため、ロッテオリオンズ球団のオーナーを辞任し、中村の保有株を正式にロッテへ上渡した上で、ライオンズの運営会社、西鉄野球を、 西日本鉄道から買い取り、西鉄野球改め福岡野球のオーナーに就任して、経営に当たった。中村自身は、後ろ盾となる企業を有していなかったことから、資金力を高めるためスポンサーに看板を売る手法で、経営を行った。九百七十三年シーズンから、太平洋クラブをスポンサーとして、太平洋、クラブライオンズを、九百七十七年シーズンからは、 クラウンガスライターをスポンサーとして、クラウンライターライオンズを運営した。クラウンとの契約が切れる1978年10月には、堤美義明率いる西部グループ、国土計画へ経営権を譲渡した。堤美は、球団買収の経緯として、数日前に、コミッショナーと、セパリオリーグ会長の訪問を受けて、引き受けてほしいと頼まれたと説明。中村との間に、 球団譲渡に関する直接交渉はなかったことを示唆している。2007年10月18日午前1時30分、急性項膜下血死のため、山口市内の病院で死去。83歳。西部、クラウンを買収所沢新球場に、本拠地、朝日新聞1978年10月13日、長官、13番、23面、ザヒストリーオブザ、 カリフォルニアリーグローイ二2021年7月27日へ閲覧坂井康之日本プロ野球考え会長者ありがとうございます